じゃあこれぐらいで、よし。で、餌食べてる時が一番体調チェックしやすいので、まあ、一通り世話が終わったら体調をチェックしてあげて、なんか元気ないやつはいないかとか、何を最初に食べてるかとか、そういうのを見てください。元気ないやつはなんか餌を食べずになんか隅っこでうずくまってたりとかするので、まあ、そういうことめったにないんですけど、うん。ココラコライフ、一杯、二杯とそれぞれ一杯分だけあげますか。お、そう、気をつけて。これは上からでいいですか。はい、上からもうケースごとその穴に突っ込んで、うわーって右に左にぶちまければ大丈夫です。はい、左の部屋にもドーンとお願いします。よし、うん、なるべくバラしてあげた方がみんな喧嘩せずに食べられるのと、一通り地面を引っかいてくれるので、はい、できるだけその地面をいろんなところを、そうですね、はいっと、はい。そしてこれはこれも最近はみんなちゃんとかき混ぜてくれるようになったので、これもちょっとほいほいほいっと巻けば、今こうやって怯えてるヨモギたちも、ヨモギちゃんも多分食べられると思うのですよ。ちょっとこういうの残しとこう。おっかなびっくり食べてる。この右足がすごいすごいビビってる感、すごいビビってる感。すごい攻撃するやつと攻撃しないやつがいるんだよね。君はなんか平和的だな。君何番？ちょっと28番。28番は29番ヨモギの次に小さい個体だね。だから順序が近いから、なんかそこまで喧嘩をしないのかもしれないですね。わかんない、性格にもよる。でもそういう性格だから、なんだろう、大きくなれないとかもしかしたらあるかもしれない。昨日も21番23番がお姉ちゃんにご飯あげるときにダーって入ってたでしょ。うん、それぐらい食べ物に貪欲で周りのことなんか気にしないやつの方が大きく強くなれるのかもしれないけど。あ、でもこいつも今攻撃したかな。あ、こいつは23番、はい、23番ですね。23番、21がイタドリ。イタドリ攻撃されたね。攻撃されてるね。よしよし、かわいそうに、はい、固まっちゃうんだよね。そう、固まっちゃうんだよね。うわね、こういう風にね、外出たがってんだね。外出たがってんだね。そうなんだよね。だからなるべく本当は外に出られるときは外に出した方がいいと思います。外の方が自由で、自由にご飯食べられるので。ダメですよ。はい、という感じで、とりあえずみんなご飯食べている。卵はまだ産んでない。コロコロ、はい、よし。